ボクシングの全世界バンタム級史団体統一王者、井上直也、大橋、は、25日に東京、有明ア,アリーナで WBC&WBO 世界スーパーバンタム級に団体統一王者スティーブン・フルトン、米国、に挑戦する。かつて井上に敗れた WBO 世界バンタム級王者ジェイソン・マロニー、オーストラリア、が井上勝利を予想。画像、すごい体に、 横幅がでかくなった井上直也、フルトン戦へ仕上がっていた最新肉体ショットマロニーは2020年10月に米ラスベガスで井上と対戦し、強烈な右ストレートを浴びて7回2分59秒計大負け。勇敢に立ち向かったが、強烈な拳を受けて粉砕された。A 専門メディア、リングニュース24は、マロニーが米専門メディア、プロボックステレビ、 に語った内容を報道。こう語っている。井上は大きくて太い足とふくらはぎ、広い背中を持っている。彼は問題なくこの新しい階級に上がれるだろう。フェザー級以上にいけるかって、サイズの観点からはそれが彼の限界かもしれないが、彼は強力なバンタム級で、そこを一掃したんだ。新階級での活躍に疑いがないようだが、 さらにに上のフェザー級まで行ける可能性について言及人々は彼をパウンド・フォー・パウンドでトップ3に位置づけるがこの戦いで僕たちは彼がいかに優れているか目の当たりにするだろう。これ、フルトンは米国から来たそれだけのビッグネームなんだ。彼、井上はそこ、米国でみんなから本物のリスペクトを得るだろうと念押しした。 井上が返上した WBO 世界バンタム王座を今年5月に獲得したマロニー。彼がスーパーバンタム級で4団体統一王者になったら、彼を現時点でこの惑星上最高のパウンド・フォー・パウンドのボクサーだとしなければならないと思う。井上からパンチを食らったらわかるよ、と付け加え、実際に戦った男の言葉には抜群の説得力がある。